すいません、ちょっと僕今宝箱を開けるっていう大事なお仕事がありまして、最近上岡龍太郎さんにハマりました。上岡龍太郎さんに多分 YouTube で探せばあると思うんですけど、あの固定のカメラ1台で1時間かな、上岡龍太郎さんがテレビについて、まあ、台本なしで一人でずっと喋り続けるっていうのを昔やったことがあるんですよ。パペポ TV のかな、あれ X テレビかな、まあそれが YouTube にあると思うんで、ちょっと見てもらえば分かると思うんですけど、そういう意味でやっぱああいうの見ると上岡龍太郎さんは優秀だなと思いますよね。はい。なんかスーパーチャットの答えてないのがあった気がするんですが、飛んでしまった気もします、すいません。 OJ シンプソン、なんで OJ シンプソンの話してんの。スイフトデマンドどれくらい溜まりましたか。今66,717。ヨーグルトの調子どう。3日前に作って2個食いました。食べ過ぎで太っています。食欲を抑える方法とおすすめダイエットを教えてください。お腹が空いた時に粉砂糖を舐めるっていうのを前に僕言ったことがあると思うんですけど、あの血糖値が下がってくるとお腹が減ったってなるので砂糖を舐めてください。でいくらでも砂糖を舐めていいってなっても、人間って砂糖だけを舐めてもそんなに美味しいと思えないんですよ。口の中粉砂糖をジャリジャリするし、でなんかジャリジャリしてもうこれ以上食えないよってなって、なんか水とかで流し込んでるうちに血糖値上がってくるので、あんまり食べ物を食べたいってならないんですよね。人生で失敗してしまったことって何ですか。ひげおやじさんと友達になってしまったことです。日本農業ってこの先どうなると思いますか。伸びると思います。僕は農業で生計立っていますが、先行きが暗いと思っています。なんでだろう。先行きが暗い理由って相対的なもので、多分割と花形と言われている、じゃあソシャゲみたいなところって、日本が豊かじゃなくなるとどんどん下がっていくし、で金融とかもどんどん下がっていくので、そうすると相対的に農業のポジションって上がっちゃうんですよね、ちゃんとやってれば。なので要は人間飯は食わなきゃいけないし、で金持ちって食い物にはきちんと金払うんですよね。なので高くて美味しいものをちゃんと作ってるんであれば、農業は割と安全なんじゃないですか。前回放送の最後にリバースモーゲージは日本で入らないと思ってもおっしゃっていましたが、理由を教えてください。人が死ぬのにかけるっていうのを日本のモラル的にあまりやらないんじゃないかなっていう気がします。このサム13っていう人は何なんだろうな。そうそう、金持ち相手に仲くれば OK、 まあそういうことっすね。要は金持ち相手に物を売る商売は日本は今後も成立し続けるんですよ。ただ大衆向けに広く薄く、なんだろうな、安いものを大勢の人に買ってもらってなんとかなるよねみたいな、牛丼屋みたいなビジネスモデルはなかなかきついと思うんですよね。要はなんだろうな、牛丼屋そのものはきついんですけど、じゃあ例えばその牛丼屋のフランチャイズ権を持ってそれをやらせるっていう、例えばコンビニってセブンイレブンって、セブンイレブンの本社ってセブンイレブンを運営するのがビジネスじゃなくて、セブンイレブンを運営したいですって言ってくるおっさんにセブンイレブンの名前使わせてやる代わりに、お前んとこの売り上げの 10% 全部よこせよっていうのがセブンイレブンの本業なんですよ。っていう感じで、じゃあ例えば松屋って、松屋という牛丼屋、あそこ直営も多いんだけど、直営自体がじゃあ目的なのかっていうと、フランチャイズで牛丼を運営させる方が目的で、なのでそのフランチャイズという形できつい仕事を誰かにやらせて利益をピンハネするっていうのは全然美味しいと思うんですよ。ただ安い食品を一生懸命頑張って作って提供しますっていうのは今後もきついと思いますよ。アパレル業界に就職しようと思っています。どこの会社がいいと思いますか？どこもきついよ。日本でしょ？まだユニクロのがマシじゃない？日本のブランドで海外で売り上げ立てられてるのってそんなにないでしょ？日本は衰退国で茹でガエルのように気がつかないうちにみんなで沈んでいくイメージです。現在は YouTube 上のマジックの種明かし論争についてひろゆきはどう思いますか。そんなのやってんの。まあでも種明かししてお金稼ぐっていう人も出てくるだろうね。
まあそれやっちゃうとただ本当にねマジック業界大変だけどね。自己啓発セミナーをどう思いますか。なんか僕はそれがあんまり意味があるとは思わないんですが、それがのおかげでこう楽になったっていう人がお金を払うんだったらまあいいんじゃないですか。それはほら健康に悪いのにタバコを吸って何かいいことあるんですかっていうのと一緒で、別になんかこう体に悪いしお金がかかって損するのも分かってるけど好きなんですみたいな、まあそういう人はそれはそれでいいんじゃないでしょうか。数あるプログラム言語の中でも他の言語を習得する応用がしやすい入門として向いている言語はどれですか。じゃあ JavaScript。 これからの建築業土木業はどちらが伸びるまたは安定すると思いますか。大学でどちらを専攻するか迷っています。僕全然そこ専門じゃないので正しい意見は全く言えないんですけど、ただ要は土木に行くと多分サラリーマンになっちゃうんですよね。まあゼネコンに就職してとかになるんですけど、で建築士の資格取っちゃって設計屋さんになっちゃうと、そのなんか東京のオリンピックの競技場をデザインした雑貨さんみたいな感じで、その建築家っていう形で割とその給料じゃない形でお金をもらえるかもしれないので、自分のセンスに自信があるんだったら建築家としてそのいい金もらってやるぜって生きる方法もありますけど、まあそういうのがないなと思ったら土木に行ってひたすらこう真面目に研究者になったり会社員になったりっていう方がいいんじゃないでしょうか。なのでそのどっちが伸びるかというと特性だと思うんですけど、ただね、まあなんだろうね、そんなにほら日本って景気良くないから2000年以降は2020年以降はそんなに仕事ないんじゃないの建築って思っちゃいますけど。先日ラファエルさんが赤バンされてしまいましたが、ひろゆきさんは赤バンされないように気をつけてるってことありますか。ひげおやじさんの悪口を言わないようにしています。こんにちは、トモナッツというサークルで2月24日に伝説の AV 男優加藤隆トークライブを行うんですが、チケットがまだ3分の1しか売れていません。加藤隆さんのツイッターで告知してもらいましたが反響は思ったより少なく、もっと多くの人に告知するにはどうすればいいでしょうか。よろしくお願いします。なんかそのどういうそのトークライブをするのかっていうのを、その何らかしらの売りの部分を分かりやすくして、なんかコンビニエンスストアの冷蔵庫の中にそれを書いてこう炎上するとか、そういうことをしてこう事件にすればいいんじゃないでしょうか。はい、加藤隆見に行きたいぞ。でも加藤隆さんの多分トークショーなんてすげえいっぱいやってるんじゃないの。だからその要はさ、その加藤隆ファンとしては多分もう見たことあるよみたいになっちゃうわけだから、その他との差別化をどうするかだと思うんですよね。ちょっとなんかじゃあその芸能人と誰とやったことあるみたいな、そういうこう生々しい話を聞き出しますみたいな、こうそういう話の方向性にしてしまうとか。資本主義の追求自体は客観的に見て悪いことなんですか。いい悪いは客観ではないですよ。資本社会に恵まれない人たちがどんどん増えると思うのですが、気持ち的に違和感があるけど、有能な人だけ残っていくから新しい自然淘汰の形だけであって、全体的に資本主義の追求は正しいのかなと思っちゃいます。ただ資本主義のおかげでその格差ってだいぶ少なくなって、その格差って例えばそのアフリカで生まれましたっていう人と、じゃあその日本で生まれましたっていう人の差がどんどん短くなっていくし、でその生まれた瞬間死にますとか、そのすげえ病気でなんか20歳まで生きられませんみたいな人も減ってきたので、そういう意味でその資本主義のおかげで随分と平和だったりその幸せな人っていうのは増えていたりはするので、そういう意味で悪いことではないと思いますけど、ただそれを追求し続けるとこの先どうなのっていう気はしますけどね。ひろゆきモノマネのひろゆかないです。黄色いパーが復活ありがとうございます。はい、買った甲斐があります。僕の生放送も回線もあるので YouTube のせいかと、2月16日のエラプロ解散式行きますか。僕日本にいないので行けないと思います。寺院関係者です。何でも答える姿勢、これぞ本物の禅問答の現代前。ひろゆきさん見てると今朝起きて坊主姿、頭の姿をいつも冷蔵されます。髪の毛一応まだちゃんと生えてるので、はい大丈夫です。なんかほら一回坊主にするとなんか髪の毛生えなくなるんじゃないかっていう恐怖感がありまして、はい、こちら側も本来は世間においてこうでないといけないんですよね。勉強になります。いや別に思ったことを喋ってるだけなので大したことはしていないと思います。はい、すいません。いやお坊さんこういうの本業ですからね。
トレードはギャンブルって言ってる人いるけど、テクニカル読んで稼いでいいからギャンブルより勉強よりだよね。ただその FX とかってギャンブルじゃないですか。ある程度の傾向は読めたとしても、結局その傾向は正しかったとしても瞬間的な何かがこうボーンってやってロスカットとかになっちゃう部分があるので、そういう意味でその能力と運の要素で、その運の要素が大きすぎるトレードも割とあると思うので、まあなんだろうな、例えばブラックジャックってそのカードをきちんと覚えていれば期待値が 100% 超えるんですよ。あの相手の手札がこの場合はじゃあスプリットしますとかダブルにしますとか、なのでそうするとじゃあその期待値100超えるっていうことは、ブラックジャックって本来はギャンブルなんですけど、期待値100超えてる以上それはギャンブルではなくてビジネスでやるとも言えちゃうわけですよ。なのでこう何をもってギャンブルと呼ぶか、何をもってトレードと呼ぶかっていうのは、その人それぞれの設定になるんじゃないかなという気がします。今週おすすめのヨーグルトの食べ方、僕でも大体フルーツのジャムとか、あのそのなんか果物をなんかペースト状にしたようなものとか、そういうのとかけて食べてます。